今回はね、75円ぐらいでね、ローソンで、まあ、安くなっていたんですけども、L チキバンズというものですね。ちなみにローソンの、 あの鳥のね、キャラがいますけども、あのローソンの鳥は、33歳になりましたね。1986年に、千葉で、お生まれになって、で、33歳になったんですね。唐揚げくんですね。唐揚げくんも入りなよとか言ってね、あのね、あのチキン野郎が、いじめていましたけどね。あれですからね、唐揚げくんをいじめとはいけません。で、唐揚げくんは33歳ですからね。で、あのチキン野郎はもっと、上ですからね。あのチキン野郎、まさか、ね、唐揚げくんをいじめるとは思いませんでしたけど。で、まさかのね、僕は知らないよみたいなあの顔しておきながらね、それで唐揚げくんに中に入れないよって言ってね、無理やり嫌がってるのに、嫌がってるのに、あのラーメンのね、あのところに入れさせようとしたんです。ね。あの野郎みたいな、私は入れしませんからね、あやつは。で、あとね、ではね、キョロちゃんみたいなね、真似してね、僕は知らないよみたいなね、顔してますけどね。あいつはカラオケくんいじめてましたからね。はい、というわけでございます。で、今回はね、L チキハンズ。で、L チキハンズを食べてみようと思ってね。またこれ誰かわかんないからですよ。いきなりこういうね、ドヤ顔で出てくるんだよね。いつもそうなんだけどね。L チキキャラクターの L チキンちゃんってなんですね。多分カラオケくんのお友達ではないからです。でもね、これ中が、これ入ってないんですね。中は入ってない。これ中入ってないじゃねえかということなんですけど、まあこれは後で、そのチキンを食べてくださいみたいな、そんな感じなんでしょうね。では、ちょっとこのままいただいてみます。ふっくらとしてるね。で、こう、美味しいですね。うん。パンとしては、ふっくらとした味わいがあって、で、これにね、エルチキを挟んで食べましょう。エルチキって確かファミマートのやつだったんじゃねみたいな。なんでローソンに宣伝してんだみたいなのありますけども。まあ、なんですかね。これは唐揚げくんを挟んで食べましょうなんて言ったら、これはもう間違いなくいじめでございますからね。ですから、あの鳥は、あの黄色いね、あのカップラーメンのあの鳥は嫌やすだろうね。唐揚げくんも中に入りなよっていうぐらいだから。じゃあ、唐揚げくんは挟んで食べようよ、みたいな。あいつのことだから絶対そういうことやるだろうな。まあね、このキャラクターがね、唐揚げくんと友達、唐揚げくんじゃないな。あのチキン野郎と友達になっていきません。すぐできるとか言いますね。で、僕は知らないよって顔してるんですから。まあ、あいつはとんでもないです。だからね、これね、非常にですね、まあ、柔らかくてですね、この、非常に、柔らかくて、美味しいなと思いますし、このパンだけでもいけますね。だからまあ、本来だと なんでこんな安いんかなと思ったんだけど、これは後でその L 付きを挟んで食べましょうっていうのがあって、で、それを挟んでないから72円という安さができるということなんですね。あまりにこういうハンバーガーっていうのも珍しいは珍しいですよね。大抵買いますと中にね、肉が入っていて、その状態で販売してるんだけど、これを省いてると。だから、まあ、ある意味でそういうのを出してくるってとはね、一見するとええって思うかもしれないんですけども、まあそれがまたある意味では新しい発想だし、面白い味わいではないかなと思いますね。どうもありがとうございました。